試合で見事1ラウンド KO 勝利となりました矢田純一選手のインタビューとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。試合終わっての率直な感想をお願いします。いや、でも単純に今はホッとしてるっていう感じですね。デビュー戦ですよね。どうですか、プロとしてコラケホールのリングに上がった感想、気持ちというの、今までなんかボクシングでも何回かコールケンホールで戦ってはいたんですけど、なんか全然雰囲気が違くて動きは硬かったかなって自分で思います。じゃあキックの時とそのボクシングの時比べてやっぱりこの今日は全然違う。そうですね、全然雰囲気も演出とかもやっぱ違うんで、ちょっと緊張したっていうのはあります。1ラウンドで見事 KO できましたけど、ご自身の中では点数的には何点っていうのはありますか？30点ぐらいですかね。なんか出したいやつが全然できないので、はい、なんでちょっと次また見せられればと思います。まあ、今日1ラウンドでしたけど、戦ってみて対戦相手の戸川選手は印象いかがだったでしょうか？いや、すごい上手い選手だなっていうのはすごい動画とか、見て思っていたので、あのまま蹴りもらって距離取られてたら、ちょっとペース持ってかれるかなと思ったので、ちょっと強引にいった部分もあります。すごい上手い、上手い選手だなってすごい思います。逆にそのテクニックというか、そこにあんまり付き合わないでいったところが良かったっていうところですか？そうですね、あんまり試合覚えてないんですけど、そんな気はします。はい、ありがとうございます。それで今日、キックボクシング、まあ、ライズとして、まあ、見事デビュー戦飾りましたけど、今後のご自身の展望というか目標を教えていただいてもよろしいでしょうか？今後の展望は、ライズさんと戦ってもらえれば戦いたいなと思うんですけど、オープンフィンガーでもちょっと戦いたいなと思っているので、オファーがあればぜひお願いします。結構やっぱりその1試合前がオープンフィンガーだったんですけど、ああいうのを見るとちょっとやりたくなっちゃうんですか？いや、なんかもともとそのオープンフィンガールールがあるから、ちょっとライズさんと戦いたいなってものがあったので、いいなと思って見てました。なんか戦いたい選手とかは特には、いや、でオファーがあればやるって感じです。なんか分かりました、ありがとうございます。それでは今日、応援してくれたファンの皆さんに最後メッセージをお願いします。本日、応援していただいた方々の声援や、メッセージなどで、本日勝つことができました。これからも、応援していただけたら幸いです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。以上で矢田純一選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。